こんにちは、粟田洋介です。結構個性っていうのを、特に私みたいな人間だと、個性なんていうのは多くの人から評価されません。評価されないどころか、私のもともと持ってる個性なんていうのはもう無駄なもの、悪いもの、くだらないものそんな感じなんだけど、絵を描くことについてはプラスなんじゃないかなって私は思ってるんですけど、でも絵を描くこと自体が役に立たない、もう個性なんか役に立たない、そういったことをもう苦しいとかそういうことじゃなくて、もう笑っちゃうなと思って2015年頃のスケッチブックで、なんか字の書いてある絵が2つぐらいあって、ちょっと面白かったので、ちょっと読ませていただくんですが、個性なんて役に立たないって書いてあります。個性なんか役に立たない、個性なんか役に立たないっていっぱい書いて、でこの世に役に立たないものなんてないって書いてあるんですけど、そうなんですよね。この世に役に立たないものなんかないんです。役に立たない場合もあるけど、役に立つところでは役に立つっていうことで、人間なんて道具みたいなもんで、道具と違うのは心があったり感情があったり、だから物扱いはしちゃいけないんですが、アクリル絵の具があったり、油絵の具があったり、水彩絵の具があったり、鉛筆があったり、ペンがあったり、で今鉛筆で絵が描きたい時にアクリル絵の具だって持ってこられても、鉛筆で絵を描く時には役に立たないじゃないですか。だけどアクリル絵の具で絵を描く時は、アクリル絵の具はなくてはならない存在なんですよね。だから人の個性も同じで、役に立たない時は立たないかもしれないけど、必要な時は絶対必要で、だからこの世に役に立たないものはないんですよね。なんか優越感と劣等感について書いてあるんですけど、劣等感、優越感、優越感は劣等感、同じ無意味な感情、どちらも誰かをダメだと思う気持ち、だからだ、どちらもダメな感情でこの赤い見づらいところに、今朝ふと思った、くだらない、つまらないって書いてありますねなんか特に真面目に書いたつもりはないんですけど、確かに優越感も劣等感も必要ないなと思います。必要だと思っている方がいれば必要だと思うし、まあ人それぞれの考えで、何が間違えてるか正しいとか自分で決めたらいいと思うんですけど、私自身は優越感も劣等感も持たない人間になれたらいいなと思っています。ちょっと過去のスケッチブック見てて思ったんですが、なんか本当自由なんですよね。なんかすごい自由で、なんかすごい好きなように描いてるんですよね。こういう絵は売れなかったし、喜ぶ方も少ないかもしれないけど、なんか人に喜んでいただけるっていうことも大事だし、そういう絵を描いていきたいんですが、それだけじゃなくて、自分が描きたいように自分が喜んで楽しむ絵、まあ人に喜んでいただいて自分も楽しむ絵っていうのを描くようにしてるんですけど、人に喜んでいただけるとか、そういうこと一切無視した自分だけが喜ぶ絵、そういうものも描くのをやめないで描いていきたいと思っています。個性なんて役に立たないかもしれないし、そんなの独りよがりかもしれませんが、そういった表現をしていかないと、長い目で見るとつまらない表現しかできなくなってしまうような気がしています。人を喜ばせることができても自分を喜ばせることができない、そうなったらちょっと悲しすぎるなぁと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。